そうさ、選んでる事態でおごりなのさ。恋愛一つとってもそう。なぜ選ぶ側に勝手に回ってるんだ。好きも嫌いも傲慢、正義も悪もそう。人間は気づかずにおごる生き物なんだから。ったく、また拉致かよ。今回は拉致る人数多いし、指示のメールも雑だし、安高の野郎何考えてやがんだよ。一人、フルスモークの車の中で憤る。今日拉致するターゲットの写真に目を落とす。この子が今回の拉致ターゲットね。かわいい JK じゃん。下心が出る。今日数人拉致した連中の中で一番好みだった。で、これが逃走した時のルート予想ね。よく把握してんだな。ならわざと逃がして、この辺で待ち伏せるか。そうこうしてるうちに、ターゲットが来た。ひななちゃんか。それにこんなもんかぶって顔隠せとかバカだろ。まあ仕方ね。仕事すっか。よいしょ。用意されたふざけたもので顔を隠し、車から降りた。ターゲットに話しかける。桃山ひななさんだね。はい。なんだあんた。一緒に来てもらおう。車に乗ってくれ。けたたましいベルの音。寝ているのに起こされる。はあ、うっせえな。今何時だ？あれ、いつの間に寝てしまったんだ。俺は指示通り拉致した奴らを円卓に並べた後、安高と待ち合わせしてたはずじゃ。動けねえ。なんで俺まで座らされてるんだ。え、何これ、外れないよ。ちょっと何よこれ、私をどうするつもりなのよ。久しぶりのメンツ。やっぱり俺が拉致した連中じゃん。てか安高もいるし。え？え？やっぱりハイジ君なのでは？違うかな？あれ？なんだこの状況。まさか。あれ？俺も拉致られちゃったな。やられたな。そう。いつだって選ぶ側だって選ばれることがあるのさ。ふーん、面白い話をありがとう。ここで俺が肯定しようが否定しようが、お前はその言葉を安易に信じたりしないだろう。ま、そうかもね。でも本当だとしても、なんでそんな大事なこと言わなかったの？言えるかよ。俺が皆さんをここに拉致してきましたってか。正義の味方が死ねばゲーム終了とか言われてた中、言えるわけねえじゃねえか。ま、そうだね。ほんと、なんでこんなルールあるんだって思ったわな。そうさ、お前らにはおごりしかない。ん？いいか、よく聞け。信じるも信じないも、好きも嫌いも、正義も悪も、全部傲慢さ。騙すことがあれば騙されることも必ずある。俺らを殺したこと生涯忘れんな。そしていつかまた別の人狼に食われるのを震えて待ちやがれ。これは桃山ひななにだけではなく、
俺を利用したゲームマスター、正義の味方にも言っている。こいつらの心に生涯忘れられないような遺言を。俺の生涯最後のギャンブル。あっそ、もう死んでいいよ。椅子が勢いよく引かれる。どんどん遠くなる円卓。せせら笑う桃山ひなな。ああ、ちくしょう。また外しちまったかな。視界が赤く染まる中、俺は考える。でも俺は一つだけ、あえて教えなかったことがある。それは、正義の味方の正体。俺は実は知っている。いや、知る機会があった。だから最後、桃山ひななにだけではなく、円卓に向かい発言したのだ。あが、行け。必ず捕まえてこい。ああ、そっか。なるほどね。今わかったわ。この情報を持った俺が保身に走らず、この話をみんなに共有できたとき、正義の味方を殺せるシチュエーションを作り出せたってわけか。最後、もう一度円卓へ目を向けた。もう遅えわな。そう、正義の味方とは、あいつのことだよ。羽賀亮也、死亡。ゲーム終了後、敗者チームにて処刑。七つの大罪。わあ、なるほど。あ、よし。じゃあ読み上げますか。一人一人の大罪を。1、前島康隆。2、羽賀亮也、傲慢。3、牧村芽衣子、強欲。4、織田武臣、憤怒。5、山井さゆり、怠惰。6、つくもはじめ、暴食。7、桐生聖火、嫉妬。8、斎藤正造。9、桃山ひなな、色欲。羽賀の死体を眺める。羽賀さん、私を最初に信じてくれた村人、正義の味方に利用され私たちを拉致した人。彼だけじゃない。円卓に囲まれた9つの死体を見る。牧村さん、伝説の詐欺師ミスターハロウィン。自分のチームの勝利と自身の生き残りを具体的に考えられていた人。パワープレイの時はありえないくらい人狼っぽかった最強の村人。キョロキョロと死体に目を配った。記憶がゆっくりと遡る。つくもさん、指名手配殺人犯なのに唯一全員生還を目指し自分の命を差し出してまで実現させようとした騎士。織田さん、自分の死を受け入れ人生最後まで嘘をつき私のために役目を果たしてくれた狂人。みんながぼやけていく。自分がなんで泣いているのかわからなかった。山井さん、すべての答えを知っていたのに、結局最後まで自分の保身に走った占い師。彼女の動きが一つでも違えば、展開は変わってただろう。前島さん、みんなのリーダー格で、初日から私が人狼だと言い当ててた人。そして私が黒出ししたことで死に追いやった霊能者。もうすごく昔のことのような感覚だった。斉藤さん、
私の共犯者。生きてて欲しくなかったから、私が直接最初に殺した村人。桐生さん。最初に死んだパートナーの人狼。協力して人狼チームとして戦ってたらどうなってたのかな。生きてるのはもう私だけ。そして、左へ目を向ける。はいちゃん。はいちゃん。勝ったよ。言われた通り、私、生き残ったよ。血まみれの愛した人へつぶやく。涙が溢れた。桃山ひななさん、お疲れ様です。あなたは正義の仲間入りだ。カシャン。いまいましい首輪とベルトが同時に外れる。これで自由。立ち上がれる。吐き気を催し、すぐに部屋の端へ逃げる。そして吐いた。平気なもんか。人をこれだけ殺したんだ。違う。私のせいじゃない。仕方なかった。人狼を引いたから仕方ない。やらなきゃやられてた。どうせどいつもこいつも犯罪者だもん。殺されて当然なんだ。私は悪くない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 。震える両肩をつかみ、ブツブツと嘔吐物へつぶやく。そして自分を正当化する。私の心は弱い。アスカの時もそうだった。もともと私は犯罪に手を染める選択ができても罪悪感はしっかり残るタイプ。人を死なせてしまうのが嫌だって話は本当だ。悪党ぶらないと本当に心がおかしくなってしまいそうだったんだ。たまたま目の前にあった扉が開く。その先にある光。帰れる。また平凡な日常へ。ふらふらと外へ歩く。カシャン。背後で首輪とベルトが外れる音がした。え？生きてる人間なんてもう私以外いないのに。記憶が勢いよく遡る。もしもゲームマスターである僕が死んだりして。正義の味方が死ぬこともあるみたいな言い方だよね。おい、質問無視かよ。答えてもくれんのか。後から質問されても受け付けないからね。この目で見届けさせてもらうよ。まさか、そんな、まさか。あ、ちょっと。よし。拍手の音。振り返ると、円卓に一人、さっきまで死んでいた者が立ち上がり、私を称賛していた。